何かとアンチコメが来る時代ですわ。アルケです。どんなに平和な内容でも上げ足を取るやつっていうのはいます。はい、そうですね。今回はそれになりきろうと思います。要はアンチコメをしようってことなんだよな。そうです。なんだよ、今からアンチコメのしようがなさそうな動画のタイトルを言います。例えばコーラ飲んでみたみたいなのに対してアンチコメをしようっていう。というわけで今回はアンチになっていきます。やっていきましょう。しょん、高校生のお部屋紹介2019年バージョン、これにしましょう。はい、もっとお題に対しての感想を。いいですか。はい、こういうやつで大体撮影前だけ綺麗にしてるよな。ありそう。確かに、はい、いい部屋紹介して坊ちゃん気取ってんじゃねえ。ああ、はい、もうさ、親の金な、その部屋お前のじゃねえよ。そういう感じだね。はい、金かけてる割にダサい、俺ならもっとおしゃれにできる。ああ、いるわ。はい、臭そう。そういうことがなかったから、とりあえず解読的なタイプのやつ。なるほどね。はい、PC 周りに金かけてるやつ大体陰キャ。はい、マジでするとその家具の配置風水的に良くないですよ。いや、まあまあ額出してくるタイプ。なるほど。いるわ。ああ、新しい新作化粧品購入して使ってみた。購入品紹介ね。購入品紹介。これはね、簡単だよね、割と。はい、自分のこと可愛いって思ってそうで嫌い。あ、まあよくあるやつね。まあ、上から目線系で、メイクは子供のお絵かきじゃないですよ。どういうこと。そんな高等なやつ来なくない。高等からもしかして。高等だろ。一見アンチコメじゃなさそうだけど嫌味含まれてる系のやつです。うん、中学生の私には高すぎて参考になりませんでしたっていう、このね、そう、大なり小なりみたいな顔のやつね。じゃあ見んなよって。はい、いや、高級ブランドにすがってる感、わらわら。なるほど、ね、まあありそう。王道っすね。いいですか。はい、うわ、臭そう。好きすぎる。はい、化粧前にすっぴんさらしてるけどカラコン入れるのバレバレで臭って。ああ、女はカラコンに厳しいですから。そうそうそう、女はカラコンに厳しいんですよ。許してやれよ。はい、コスメにこだわってるのは大体すっぴんブス。ああ、そういうのあるわ。それはね、シンプルに思っちゃう。そうやって、新しいペットが来て、あのさ、新しい家族ができました。あー、いいね。はい、命飼う人だったんですね、登録解除します。うざいな。うざいね。はい、いい動画のネタですね。あー、嫌味系だ。嫌味なんですよね、結局は。はい、 YouTuber みたいな部屋から出なさそうな人に飼われてかわいそう。偏見、散歩しない系の偏見のやつね。 YouTuber は部屋出ないみたいな。なるほどね。はい、可愛くぶってるけどお前は別に可愛くねえよ。あ、猫とか飼ってそこやってやってるけど、そいつは可愛くねえよ。お前は別に可愛くねえよ。ひどい。はい、ペットは再生数稼げますもんね。あー、その視点ね。じゃあ全財産募金してみた。うおー、はい、死ね。はい、偽善者。おい、同じだな。はい、募金するなら〇〇〇とかにしてください、それ以外のとこは意味ないですから。っていう、もう自分が信じてるとこだけしか意味ないと思ってる系女子。いるな、女子なんだ。はい、爪汚い。募金する瞬間のこの写しなら爪がちょっと黒ずんでくる。爪汚い。